お疲れ様です。お疲れ様です。ついに来ました。ついに来ました。この日がお腹壊す日か。お腹も知れない。明日から腹痛で休みます。かもしれない。というのは、はい、今日はですね、足ご飯の翔くん、サンタ、岡部、竹くん、はい、この4人にチーム戦で、ね、料理を作ってもらおうという企画になっております。はい。はい、楽しみです。じゃあ男料理になると思うけどね。そうですね。でも竹さんだけですよね、料理できるみたいな雰囲気。カンタもある程度のものは作れるかな。まあ、ただ翔くんと岡部だよね、問題は。何を作るかっていうのは本人たちに決めさせるので。あるもので。そうそうそう。ここに、はい、この食材で作れるものを作ってください。はいはいはい。っていう感じで行くので、そういう感じ。その食材をちょっと今から調達しに山中へ行きます。レッツゴー。お疲れ様です。お疲れ様です。何ですかカメラマンさん今日は。え、私ですか。これ誰の企画よ。タケさんですよ。今日はタケだね。今日は絶対タケさんですよ。タケ君持ち込み企画。料理できる組とできない組でどれだけ差がつくかなっていうのを。待って待って、誰が料理できる組で誰が料理できない組なの。ここな、ここです。え、岡部さん料理できるんですか。あの、自称できるって言ってたんで。自称。もう食材はもう買ってきて、工具に乗ってるものの中から2品作ってもらいます。これで。そう、はい、何使ってもいい、この中のもの。俺らが何があっても作れない。納豆かけとかも。そ, そ, それダメです。そういうのしてくれな。まずルールその1、1品に対して食材を、まあ、例えばじゃがいもと人参とか2種類以上は使ってください。例えば人参だけ炒めるとかダメ。もやしだけ炒めるとかダメ。3種類以上ってことね。とりあえずこれ捨てていい。とりあえずアレルギーだよ、持ったらやばいって。痒くなってきた。ルールその2ね、制限時間45分の中で2品ね、2品5分で、で1人1人でいいね、1品。あ、そう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 、それでいい。そんな感じだよね。でもちなみにその協力プレイしてね、例えばじゃあここだったらタケくんができるから、タケくんの指導だけで、岡部が作るのはダメ。岡部もちゃんと入ってかなかん。ルールはそんだけかな。余裕だよな。俺ら3分クッキングだよ。包丁使わんから全部手でいく。ちなみにそう、調理器具は、まあ、社長から許可いただいてるので何使ってもらっても大丈夫です。そのキッチンにあるもの、うん、で、あと試食するのはまあ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 、本当にお腹壊すかもしれない。でもみゆちゃんが作れんからさ。作れだから大丈夫だよ。洗濯機も回せんのだよ。もう回せます。いや、回せますよ。この子教えてもらいました。この前で、お皿とかもまあ借りれるから、その辺も自分たちで調達して仕上げてください。いくよ、45分用意スタート。いいかもしんない。じゃあ、お前何ちょっと、軽く待ってる間に食べてくれるものを作って、で、メニューのものをさばいてる間に一品出しといてって感じ。ああ、それいいっすね。待って、クソおもろするけど、なんかクソガチなんだけど、マジで。こっちふざけてますからね、マジ。マジおもろすぎる、これ、やばい。それちょっと、鍋のとか喉乾いてる。もういいって真剣にやれって思う。男飯といえば、はい、私には酒が必要と。よし、でもこっちの方が火の調節が簡単です。どうですか。とりあえず決めてる。俺ら5個使うよ。それ取りすぎです。じゃあ俺はなんかそのマッケ、岡部、とりあえず集めといて使うもの。ハマス手洗ったんか。半分もらった。前のピーマン触っとったからな。え、何やってやろう。しますよ。ちょっとごめんね、邪魔。ちょっとごめん、邪魔。もう決まってるんですか、作るの。決まってます。早いですね、やっぱり。気持ちいいですか。こんなん見たことないからさ。なんか映画っぽくないかな。知っとる。シャンタン知ってますよ。知らんだろ。それ使えば何でもできる。味わからんやん。すごいこと言ったよね、今。なんて言った。これ使えば何でもできる。そう、さっきスーパーで教えてあげたやつね。しょぼ。万能調味料だもん。教えてもらったから。書いてある。書いてあるぞ。書いてある。一人前に対してこうやって。書いてある。お前、じゃがいもってさ、どうやって剥けるの。
ピーラー、ピーラー、何ピーラー、これ付け方はどうですか、パワーじゃないの、パワー押してる、パワー押してる、いや、電源切れたんじゃない、おぉ、え、すごい、だから俺の実家舐めない、あ、そうだ、カンタ違い、あいちゃうね、俺の実家舐めない、温度調節難しい、誰も聞いてない、え、知らん取れんもん、フィーラーで、いた、ねえ切れた、もうねマジやばいっすね、おいいね、ちょっとできる風に見え、全然、ね、変わった、あ、ぶり残ってる、あ、まな板使いますか、カンタさん何作るんですか、どうしようかな、絶対思いついてないんですよね、うん、やばいっすね、すごいっすね、なんでしてるんですか、あいつらキモいな、コソコソしてさ、すごいなんかガチソースも辛いのダメでした、え、食べれますよ私、これちょっと温まってる、でも無理だったよね、うん、はい、くれてよ、お前マジ適当だろ、早速喧嘩してみるか、すごい、ガチが見てる、あれで、それで完成、ちょっと、ちょっと、ちょっと、優勝、優勝もう、負けっすか、負けた何切り、これ何切り、え、え、いや、うまいね、ダメだよ、みわちゃん黙っとかんとダメだよ、もう料理できる系ですか、いや、作ったことないから、あるやん、ちょっとすごい、ちょっとすごい、ちょっとちょっとできる風みたいな、カナコ絶対いいでしょ、カナコこれ絶対いいでしょ、これ絶対うまい、すごいね、なんか男がこんなにキッチンに集中するってすごいよね、玉ねぎだけにしますよ、なんか入れた方がいい、あー、入れる、ダメだって、全部使うの2個です、2個全部使うの2個です、納豆、じゃんけん、あ、食べれない、大丈夫です、何でも食べます、今日は楽しいな、料理これからやろうと思えた、何し作ったの、うん、ありがとう、おい、そこでイチャイチャしとんだよ、すいません、そこ、そこ使ってくださいね、動画やめてください、イチャイチャタイムカットしてね、使ってくださいね、一品目です、あの、おつまみ程度に焼こうです、すごい、こんなんどれも作れるよ、え、すごい、ストップティー、ストップティー、ストップティーは絶対やるぞ、ストップティー、ストップは、あ、けんなんか、はこっちついてないけど、あ、わかったわかった、それ多分、あいえ、対応してない、なんか壺持ってきた、なんか結構みんなガチモード入ったね火から下ろしちゃったらね、それも教えてもらえますあ、おそうだね、いや、それ砂糖、あ、あ、あ、これが火から、あ、あぶねーあぶねーあぶねーあぶねくすよ、もう狙い通りのことやってくれよ、マジでもうおもろすぎるでしょだって、どういう入れ方したか、あんた横取るってことない、は、寝とったやんすごいと思った包丁を見れば、わかる、何をやってる人とやってない人、あ、切り方ってことですか、これやってる人、長なるいろいろ誰か
すごい。20分。ちょっと料理っぽいやん。やばい、向こう2品も完成してますもん。もう終わり？いや、まだもう2品。あはははそれすごいよ。すごいわね。今日は噛んでみて。あーすごいじゃん。でも料理できるやん。肉が違うじゃないですか。まあ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 、でも全然で大丈夫。すごい美味しそうだね。そう、これ使ったろ。これ今日美味しかったらで大丈夫です。これ入れたらいいんじゃん。すごくない？あと？はい。あと15分もないのかな。違うってそれ、お玉についとったやつだって。もうやばくない？美味しそう。オカミ向いて、はい、オカミ、て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 、オカミ向いて、へ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 、すごい、なんか壺みたいなの持ってる。壺みたいなの持って、何かおもろすぎるね。こんな企画シリーズ化してもいいかもしれないよ。したいですね。みんな成長してたらそれもそれでいいですからね。みんな成長してたよね。だってそしたら塗り替え道場であの店舗出せるかもしれない。そう、飲食店、飲食店出せるかもしれない。働いてるかもしれない。彼たちが今日のシェフは堀川翔です。明日は日替わりで佐々木変わったみたいな。一日ずつ違うみたいな。その日によって変わってくるよみたいな。残り7分。やばいですね。もうなんか休憩してるんですけど、これを、はい、こっちがハイのままなんだ。消してない。何品あったら作る。東京取られてる。うわ、めっちゃ芯残ってる。うわ、え、すごい。何その、え、これ違いますか。まだなんだ。まだだよ。いや、もうでももうあとちょっとしかないし、時間早くしないと。そうなの。あ、そう。俺がマヨネーズ入れたるわ。いいか。マヨネーズ危ないっすよね。行こう。いけー。残り3分。やばい。あ、めっちゃ茹でたもん。うん、すごい美味しそう。僕もそうだよ。火ついてない。え、すごい。なんか黄身みたいになっとるよ。フォークは？俺のフォーク。当たっとるわ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。おしまい。おしまいでーす。な、これなんですか。これどうするんですか。これどうするんだろう。デザート、デザート、楽しみ。じゃあ座ってもらおうか。そうですね、とりあえず説明してもらおう。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか。疲れた。みんなすごい疲れ切ったな。短かったですか。45分。無口。足りない。足りない。あんだけ余裕ぶっこいてビール飲んでるからって。じゃあとりあえずタケ君、岡部チームから完成のもの。前菜にこれだね。ややこ炒め物3種。まあこれが海鮮になりますね。イカを使ったものと、岡部はフジオロス作りたいです。作ってくれたものと、味が濃いもの同士なのでさっぱりとしレモンで炒めました。へ、すごい。美味しそう。口直しにする。すごいの5品。天才に見えてきた。岡部作ったのな、どれ。でもすごい手伝ってくれてるし、作りたい、作りたいって言ってます。まあまあまあ、あとは、ね、協力プレイだったわ。協力プレイね。こちら仲良さそうには見えますね。一番仲良さそうに、仲良さそうに見えますけど。じゃあ、あの説明、料理の説明お願いします。だって料理名言ってないじゃん。俺料理名聞いたの。お願いします。豚肉とポテトの、ポテト、ポテト、じゃがいも。あ、ごめんなさい。のガーリック、ガーリック、ガーリック和風ソース和え。いろんなの混ざりそう。テロップ入れるの大変だわ、それ。
やばい。で、こちらの壺の中身。これ一番だな。これ一番頑張ったな。頑張ったな。うまそうや。これ何ですか？壺の中身は何でしょう？これご飯に入れたら絶対うまいからね。これあれだよ。ポテトナイサラダ。おもろさは100点です。そのもろい。おもろさは100点だったじゃないかな。ポテトないです。だってポテトここにおるからね。間に合わなかった。でもこれすごいのが、ポテトサラダ、ポテトナイサラダだけど、なんとこれタルタルソースにもなる。おーすごい。でもこういうのないもん、かけるもんないからさ、どれにかけるの、これダメ、絶対合わん。チーム飲まれるよ。ここで拒否。チームはあと味だよね。そうだね、味だよね。食べてみよっか。めっちゃ嫌そうな顔しようけど。行きましょうか。緊張してきました。いただきます。めっちゃ静かにされると食べれないよね。こんななんか静かに見られてもって感じ。じゃあ俺のから食ってるじゃん。あ、いいですね。うん、そう通っとるで。ちょっと小さめのみたいじゃん。じゃあこれを多分火取っとる、ちゃんと入れた。あとちょっとレモンかけて。あ、おしゃれおしゃれ。これ絞る前とか食べちゃダメなんですか。ダメ。ちょっとでいい。絞ってあげようか。ちょっとでいい、ちょっとでいい。あ、種落とした。取ったの、種。じゃあもうダメ。もうダメ。ダメ。ダメ。じゃあ実食。いただきます。手震えとるよ。怖いもん。こんな食べたくなさすぎて。食べたくない。なんで？ごめん。嘘嘘。食べてない。うまいだろ。10点満点だよね。もやしのシャキシャキじゃないもん。何ちゃんと説明して。食レポお願いします。めちゃくちゃじゃがいもシャキシャキ。何やっとる。そうなんて。それねやった。肉が柔らかいから、うん、じゃがいものシャキシャキともやしのシャキシャキでカバーするみたいな。あ、もやしでも生ではない。でしょ。味も美味しい。味は美味しいでしょ。味は美味しい。ボレー。味は最強に美味しい。10点中何点。8点かな。いいじゃん。じゃがいももうちょっとホクホクだったら完璧かもしれん。もう気になってしまう。岡部はうまいって言ったらいいよ。うまい。もれー、うまいだろ、キャプテン。うまい。じゃがいもシャクシャク。米欲しい、米。マジ？味濃いね。味は濃いめ、でも美味しい。ちょっとそれ乗せてみてよ。なんか色、音がぐちゃぐちゃですもん。どういうもんだろ。何だったっけこれ名前。ポテトのナイサラダ。でも普通になんか。まあ美味しそうですね。美味しそう。食べ物じゃないよね。食べ物じゃないわ。ちょっと食べてみたらいいじゃないですか、自分でも。どうポテトナイサラダ。名前だけも100点。変なもん入れてないから絶対うまいんだって。味はね、別に卵、うん、卵。うん、ゆで卵以外のものがない。ゆで卵。ゆで卵。卵ときゅうり。はい、次どれから食べてほしいとかある？あ、前菜って言ったもんね。前菜、はい、混ぜてもらって。そう、このきゅうりだけ食べていい？はい。それダメです、それ優勝だ。玉ねぎ辛っ。よし、待って、これ玉ねぎ辛いわ。ちょっと食べれっす、それ。ダメだ、ダメだ、ダメな感じだった、それは。やっちまったパターンのやつ。豆腐納豆。味がない。おお、やばくないですか、それ。ちょっと汁かけた方がいいかもしれん。時間経っとるから下に沈殿してるかもしれんね。それ全部書き込んで。そう、一緒に食べればいいかも。いや、でもね、それ別々食べる。書き込む系、うん、全部一緒の方がいいかもしれん。いきますね、うん、負けたわ、くそ。いやいや、だってあれ1個じゃないですか。5分の1。うん、辛くない。辛くなかった。めっちゃ食べた。めっちゃ辛かった。玉ねぎ、うん、玉ねぎ出てきた。あとから言った。
食べ、ね、食べ一緒に食べた方がいい。全部混ぜて食べた方がいい。味がしない。これ味ないよね。バカ玉ネギ。うん、玉ネギ。めっちゃ玉ネギ。めっちゃディスだ。大丈夫かメンタル。めっちゃやられた。メンタル。大丈夫かメンタル。食えんことないよ。うん、食べれんことはない全然。ついてるだけ味が。もうちょっとなんか一味足したらいけそう。すごい納豆。もうちょっと塩足したらいいかね。分かったって。大丈夫かメンタル。ノーメンタル。さっきノーメンタル。さっきと勢いが。次行ったろうぜ。もうかわいそう。とりあえずこれはもう。そうだね。前菜だから。次どれがいい？いや、なんでもいい。どれでもいい、はい、でもこれさっぱりけどだもんね。次オカメに行ったらよ。あ、そうだね。豚肉の味付けも全部オカメ。はい。自分で考えたの？はい。すげー。ピーマン食べれるんだっけ？いや、食べます。食べます。え、食べれんって言うの？食べんときはもう。いや、食べます。いただきます。やばいよ、カンタさんより強いんで。嫌いなものをピンポイントに入れなくそうだ。嫌いなものを一回じゃピーマンなしで食ってみる。あ、わかった。お、うわ、お、ねえねえ、なんか怖いんだけど。ねえ、ねえ、来とるよ。ほら、どう、めっちゃピーマンめっちゃ嫌いだから。めっちゃ納豆誇張されてる。肉だって食べてみて。ちょっとこれなくなって、一回口お茶でリセットさせて。やってるかもしれないですね。やったな。肉だけ食べたらわかる。何が？肉だけ食べたらわかる。同じチームで怖いんだよ。めっちゃ辛くない？辛い？塩コショウ。塩コショウやばいね。辛い？やったなお前。味がめっちゃめちゃ濃い。これ白米ないと食べれん。マジ肉食べたら。喉乾いちゃうっすね。うん。あ、辛い。あ、辛いやったな。もう、あったも偉いと思う、これ。やらかしたっすね。そんなに。いや、結構辛い。肉からやばいもん。うち塩コショウ辛いの好きじゃん。さて、どういう入れ方してたんか。塩コショウちょうだい。は、寝とったやん。どろると思った。は、寝とったやん。どろると思った。いや、ここで一回リセットしてもらって。あーあー、ね、作戦に出た。ほうれん草とか玉ねぎと卵が入ってるね。いただきます。見た目はね。来た。ちょっと黙ってください。ごま油も入れてます。え、どっちの絵？うまいの方？まずいの方かも。なんか、まずしまじしない。おい、やばいぞ。多分これ食べたんだから、ね、味もする、味もする。もう一回、もう一回飲んで。なんだ、いや、これが濃すぎたっすね、さっきみたいな。それもあるけど。お口直しが。直しきれない。直しきれない。何の味？何の味？飲めなくはない。なんかまずいもんみたいな。いや、なんか。じゃあ、ショー飲んでみよう。なんだ、ちょっとなんだろう。ショー、卵スープ好きやん。何これ？そうね。でも、まずくはないんだって。これ食べたから、なんかちょっと余計味があるかもしれない。カンツさんも言ってた。ほうれん草の味がする。ほうれん草が入ってる。ほうれん草スープ。まずくはないんだけど、何の味かがわからん。玉ねぎ辛そう。玉ねぎ辛くなかったよ。ちゃんと煮てあるから、はい、さっきみたいな。いや、俺らは好きじゃない、多分。好きじゃないだろ。なんかどっか見た、ね、不思議な味がするの。うん、なんとも言えん。なんとも言えない。なんかね、不思議な味がする。ちょっとおから飲んでみて。まずくないんだよ、ここのままで。もう二度と料理せ。やばい、やばいって。どう？いや、美味しいっすよ。なんか不思議な自信でも。うわー、チームだからそういうこと考えない。玉ねぎの旨みを感じますよ。なんだろう。なんだろう、別にね、まずいとこの絵じゃないんだって。全然美味しいと思う。何で味付けた？だし、醤油。いろいろ入ってる。だしが入ってるからだ。うん、だしの味がすごい。でも食える。うん、全然食べれる、うん、ただ卵スープって思うとちょっと違うかもしれない。そうそうそう、それだ。そうそうそう、大丈夫、大丈夫。追いつける、追いつける、追いつける、あと2人追いつけるで、まだだぞ。大丈夫かメンタル。ノメンタル。だんだん声ちっちゃくなってくるじゃん。でもすごいね、ちゃんとさ、彩りも考えて、ほうれん草も入ってるしさ、こっちに。あ、それうまそう、ほうれん草、うん、いや、間違いないだろ、これは。ほうれん草、これはうまいと思うよ。
うん、うん、よかったねメンタルノーメンタルこれ美味しい、これ美味しいよね、これはって言われちゃったもんめっちゃ美味しい、美味しいよね、普通に美味しい、お酒のおつまみにもなるような感じで美味しいよね、まあうまうまいこれうまい、普通にうまい、マジうまい、これはマヨネーズつけた方がいいの、いや、お好みで、じゃあ最初なしでいい、はい、大丈夫か、あれも本当はポン酢入れたかったんですけど、なかったんで、めんつゆで代用しました、肉がでかいマイナスなかったんでマイナスビニアな感じだね、ビニアだな、これは噛むな、噛むな、飲めへんでな、飲め、飲め、飲め、なんか、味わうな、噛むな、味わうな、味わうな、味わうな、飲め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 もうなんか、うちすごい叩かれそう、でも、まあ、それはしょうがない、うん、正直酸っぱいレモン絞りすぎた、レモン噛めば噛むほど酸っぱい絞りすぎた、でもめんつゆの味もしないんですよ、噛めば噛むほど、噛むほどね、最後レモンの味がね、え、俺好きだけどな、まずくない、酸っぱい、いや、酸っぱくないよ、嘘、うちに食べたとこだけ、あ、最後ね、最後に酸味が、でもいいと思う、これ、でもこれ、これ普通に美味しい、それだけやん、美味しい、え、それじゃ結果アップ行こうよ、あ、結果アップ、ちょっと食べたい、口直すわ一番傷ついたもん、ベロン毒舌やん、気持ち悪いもう作ったものじゃないもので、ね、口直しとるやん、これ食べる、口直しとるです、目の前にやってちょっと食べたくなっちゃった、これ食べる、どうやって結果発表する、いや、なんか難しいですね、いや、うん、負けでいいっすわ、まだ分からんよ、メンタルが、うん、大丈夫ですよ、まだいけますよ、まだ分からんよ、うん、俺これ全部持ち帰って家でやばい、やばい、メンタルいや、最初めっちゃあの時ひどかったのにだって品数でしたらこっちは2品だもんね、手際はめっちゃこっちっすから、手際はこっちだもんね、確実に、出らやかったもんね、ランキングつけるじゃん、一人ずつで、あ、じゃあ、用意ずつ、あー、いいね、じゃあ指さそっか、逆に、ドベからいく、ドベの、あ、いいよ、あ、そうだね、それの方がいいんじゃない、はい、じゃあドベから、せーの、おめでとうございます、ちょっとこれは、味がないのが残念だった、玉ねぎ辛くて納豆すぎた、6位よ、レモンだな、せーの、あー、ジンジャーロース、ちょっと辛すぎた、キツカラギボンです、岡部、ちょっと辛すぎたですね、次は5位、5位、いい、迷う、ちょっと待って、せーの、いどうですか、両方、両方、私スープっす、じゃあもうこれで、あ、そう、ポップダウン、スーパーカッター、うちはね、うちはちょっと苦手、そのレモンの酸っぱ酸味が、だから多分これは好みだと思う、じゃあこれはじゃあ何だ、4位になる、こっちかな、うん、あ、そういうのとかですね、ここが微妙な感じだった、ね、なんかどっちもこれもなくなる、ってことは、あとここってことは、あんたってことは俺らの勝ちや、いや、わからないですよね、まだでも上位に占めちゃうもんね、うん、これ俺らも勝っちゃうからね、でもわからない、これが1位でさ、これが2位、3位とかかもしれないですからね、あ、確かに、そんなわけあるかなんかいやでも難しいよね、迷いますね、迷う、普通に迷う、で3位いくよ、3位でしょ、3位ね、いくよ、せーの、わかんだ、わかっとった、何お前の3位と絶対わかっとった、なんで卵感と、そう、なんかね、料理としては名前もおもろいんですけど、そうそうそう、ユーモア溢れるだろ、そう、もうポテト欲しかったね、そうなんですよ、ポテトないじゃなくてポテト欲しかったよね、ちょっと迷う、迷うね、これめっちゃ迷うわ、1位の発表いきますか、いい、じゃあ迷う、1位の発表くるぞー、くるぞー、もうせーの、おおもう消したじゃん、優しさだって、女子のいや、普通、ちょっとじゃがいもそう、じゃがいもがそう、なかったら完璧だったかもしれない、マジで美味しかった、はいはい、誰よ誰で俺茹でろって言ったの、こっちは別にその硬いとか何もない、普通に美味しい、味は美味しかったけどちょっとじゃがいもが残念、彩りとかもすごい頑張ったし、もやしの添えも良かった、マジ臭、マジ臭
でもめっちゃ、お米食べてないのあんじゃない。いや面白かったね。いや面白いよね、え次食べれますか女子の、うん、あそうそうそう、だからねこれ次が逆バージョンで女の子が足場班に料理を振る舞う企画をやります。作っちゃうよって、作っちゃうよって、めっちゃ辛口な審査するだよ俺ら。でもそりゃそうだよね、だってうちらも辛口な審査したの。でも分かるもん、こいつの料理はうまいじゃん。じゃあだうちは基準あんまりハンナに入れんでいい。あそういうこと、まあと、うんとリリーちゃんとカメラマンミオちゃんとドベ、うん、いやでも今日 LINE してたっすけどリリーさんもできないって言ってたんで。あのねすごい、あの緑店でそういう話あったらしいんだけどマジで嫌がっとるらしい。誰の？リリーちゃんができないから。私もマジ嫌ですよそんなの。だから結局要はここ二人の見物だよね、うん、どんなものを作るかは。なんか例えばハンバーグ定食とかってお題だけその日に決めて、まあ、買い物からやってもいいかなと思ってる女の子は。いやね、よかったよね、美味しかったです普通に。面白かったしね、またなんかねこれ高評価だったらなんかいろいろやりたいよね、料理企画ね。高評価とコメントお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。